こんにちは。本日はこちらにやってきました。ジャパンハウス、サンパウロ。見てください、これ、おしゃれな建物。なんかここ、サンパウロのど真ん中、アベニナ・パウリスタ。パウリスタ通りにの横にある、建物で、なんかこう、日本のことを紹介してみてるみたいです。なので、早速行ってみようと思います。はい、行ってみようと思います。行きましょう。おしゃれな、こうやって建物で。いろいろ中見ていこうと思います。このような感じで、芸術的な作品が展示されています。いろいろと日本酒が並べられてたりとか、日本酒についての方法。日本の美しい色の鳥とか、日本旅行についていろいろあります。あ、面白い方あります、ね、日本人の仕草、ちょっと僕たちが気づかないうちにこう使っちゃってる仕草とかもあるかもしれないです。あと日本の戦闘ガイド、本当にもうお風呂好きの僕にはたまんない本ですね。ちょっと後で見ておこうと思います。まだ回ってますかね。桜ですよ、日本の誇る。結構日本の魅力が本当に満載に詰まった場所だなと思います。日本とブラジルということで、日本とブラジルの関係についての書籍とかが並べられていて、これから数2年間ブラジルで活動する僕にとってもこういった関係の書類は見るべきだなと思います。そしてこちらに1個あるんですけど、湯葉。これ僕、サンパウロ州の結構田舎の方、奥地のミランドポリスっていうところに行くんですけど、その近くのこうアリアンサというところに、湯葉農場っていうのがありまして、結構最初の方に行った移民の方とかはそのサンパウロの奥地の方をこう開墾して日本人の住むところを作ってる。そこに湯葉農場っていうのがあって、まだ湯葉農場ではこう日本語で会話とかも行われてるみたいなので、ぜひミラノポリス行ってから行こうと思ってるんで、また湯葉農場に行ってみたっていう動画を撮ろうと思います。スラムダンクがあったりとか、コナン、こち亀があったりとかですね。やっぱ日本の漫画は世界的にも人気だっていうことなんで、ブラジルでも人気があると思います。ホテルのテレビでもドラゴンボール今してたんですよ。なんで、結構本当に世界的に日本の漫画の認知度が高いんだなって実感しております。なんかこちらの棚も結構興味深い棚ですね。日本の昔ながらの美術と日本の最先端の美術を展示されてるんだと思います。弁当箱っていうのも日本の文化なので、そういうのがあったりとか、ちょっとあまり詳しくわからないので、もう動画だけで伝わればなと思うんですけど、ロボットが、直旅ですよ、直旅。これ本当に足にいいですからね。トレーニングするときとかに履いたら地面が捉えられるという、日本の素晴らしい技術が詰まってます、こちらには。OK、こちら見てください。日本の具、海鮮スープの具とか、これ、ご飯を美味しく食べる、混ぜご飯の素とか、そういろんな出汁があったりとか、ちょっともうブラジル来てから今、なんか2週間、3週間ぐらいですかね。僕、日本料理あんま食べれてないんで、ぜひ海鮮スープの具になってるんですけど、これをほかほかの白いご飯の上にかけて食べたいです。スープじゃなくて。風呂敷のコーナーです。日本人が昔使ってたバッグですね。今こんなもうリュック使っちゃってますけど。で、この普通の布に、なんですか、こういうアイテムつけることによって、すごいこの風呂敷ながらもこうパタッと、これ渋いですよ、これ普段使いでこれ持ってたら。
僕も実は一時期風呂敷ハマったことあって、ネットでめっちゃ見てたんですよ。この時代に風呂敷持ってお出かけとか行ったら渋いんじゃないかなと思って、ブラジルで買おうかな、これ。260円。ぜひ皆さん、風呂敷もこれからもう一回おしゃれになると思うんで、使ってみてください。こちら、ケーサー。日本のビジネス料理とビジネスジャパン。まだできてないみたいなんですけど、多分こちら、今工事中なんで、こちらのエリアに無印良品でもビームスが入るみたいです。こちら見てください。2階のベランダにはこちらも並んでます。本当に日本を思い出しますね。これ見てください、この笹の葉っぱ。これ小学生の時に帰り道よくやってましたね。これちぎって笹舟作って用水路流してこう笹舟レース、本当盛り上がりましたよね。もう今ちぎって笹舟作ってやりたいですよ。ちょっとさすができないですけどね。って感じで、もうあ、これもなんか日本って感じがしていいですね。ということでジャパンハウス行ってきました。まあ、行ってみての感想なんですけど、まあ、本当に日本の昔ながらの文化と現在の日本の最先端の技術を伝えてくれている場所だなって思いました。なので、まあ、皆さんもぜひブラジルサンパウロへお越しの際はジャパンハウス行ってみてください。本当にすごい、もう行けてたんで、正直これがこのまま日本の東京にあっても絶対人気出るだろうなっていうような場所でした。日本素晴らしかったです。オブリガード。チャオチャオ。